今回は遂行機能障害のシリーズとして、機能改善型治療介入における問題解決訓練、流用性訓練、抽象性訓練について解説したいと思います、まあ。遂行機能障害に対するリハビリテーションは大きく6項目に分けられるんですが、まあ、今回は2番の機能改善型治療介入について解説します、まあ。この機能改善型治療介入の具体的な方法としては、問題解決訓練、 流用性訓練、抽象性訓練が挙げられます。これら3つの訓練に対して具体的に解説したいと思います。まず1つ目は問題解決訓練になります。これは前頭用障害患者は請求で非体系的アプローチを無意識に選択する特性を有しています。ですので、それに対する是正として課題に対して感情な分析、調整を行い、段階的に解決する手法に変更していく認知訓練になります。 具体的には複雑な問題をより操作しやすい部分へと分解することで解決する方法の教授を訓練します。そして日常生活への繁華を期待する方法になります。問題解決訓練の具体的なプロセスとしては3つのステージに分かれます。1つ目のステージが問題の分析。これは与えられた情報の読解、再読、外観把握、課題の理解のために質問を作るなどの内容になります。 二つ目のステージが問題解決思考的活動、発見的手法と推論。これは複雑な課題の細分化、解決に向けた仮説形成を援助する内容になります。で三つ目のステージが評価と判定。これは結果の確認を指示し、誤りを指摘する、誤りの修正を指示する内容になります。まあ、これら三つのプロセスに分けて問題解決訓練を実施します。 まあそれでは実際の問題解決訓練。まあ要するに認知訓練プログラムなんですが、これは4つのモジュールに分けることができます。一つ目が目標思考的思考。これは代案を考える、代案の正と負の結果を予測して、代案に重み付けをします。まあ具体的な例としては、イタリアの鉄道労働者がストライキをしているとき、直ちにドイツに帰らなければならないと。で、この場合どうすればよいかを考えるといった内容になります。 二つ目が情報の系統的かつ注意深い比較を行う課題。具体的には短文を提示、まあ、そこから新聞の産業広告の形で適切な情報を書き出します。三つ目が複数の情報を同時に処理する課題。まあ、具体的には4人の家族が2週間の快適な旅行ツアーを見つける。複数の旅行会社のカタログを比較して検討するといったような内容になります。四つ目が推論を援助する課題。 具体的には短い推理小説などで犯人がどのように実行されたのかヒントを発見し事件解決の糸口に結びつける問題のシーンをイラストとして描くなどの内容になります。これら4つのモジュールを用いて認知訓練プログラムを行うというような流れになります。これが問題解決訓練になります。 はい。で、まあ、次に2番目の流用性訓練についてですが、まあ、こちらは認知思考過程の発散性、柔軟性の改善を目的に行います。まあ、以前も流用性訓練については少し解説したことがあるんですが、まあ、要するに頭の中でイメージを膨らませる訓練になります。まあ、具体的には、ま、2番の、ま、次の物品の使い方や利用の仕方などをできるだけたくさん考えてくださいというような指示を出します。 この時にはまハサミでも鉛筆でも何でも良いので物品を見せて使い方や利用の仕方などをイメージしてもらうと。でこの評価は使用法や利用法の列挙数や現実性を記録します。解釈としてはまイメージした物品の使用方法の数やま実際の利用法などの現実性の度合いですね。まあ、これらを判断します。まあ、これがま流用性訓練になります。 3番目が抽象性訓練になります。まあ、これは認知思考過程の抽象性の改善を目的に行う内容になります。まあ、新聞などを用いてまあ見出しを削除した新聞の記事を読んで要約をしてもらいます。でまあ評価としてはこの要約や見出しの適切さを評価すると。まあ、要するにまあ文章を読んでうまいことまとめるというような訓練になります。こちらが抽象性訓練になります。 このように遂行機能障害の遂行機能に直接的に働きかける機能改善プログラムなんですが、やはり実際に行うにはかなり練習や習得が必要な内容になるかと思います。はい。今回は遂行機能障害のシリーズとして、機能改善型治療介入について解説しました。はい。今回で遂行機能障害のシリーズは以上になります。